ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ライフのような思考回路は持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、あてもなくただ混乱する day day。 それもそっか、最新の流行は当然の派、経済の動向を突きんじて、慎重な精神で入社しは社会人じゃ遠い。